年来るな。安心して、もうゲアブランデには行けないけど、元いた世界に戻るだけよ。どうだかな。随分と疑り深いのね。現地に行かないと実感が湧かないタイプかしら。だったら、せいや、説明は後でゆっくりするわ。開け、異界の門。プロパティ。プロパティ！いや、ステータスって言ったよね。てか、プロパティって何？意味わかんない。確かに俺しか知り得ない情報が書かれている。眉唾だったお前の話も少しは信憑性を帯びてきた。さっきから女神に失礼なんですけど、あなたが怪我したら自由魔法で回復させてあげられるのよ。所詮裏方。大して世界を救う役には立たないではないか。女神に対して何たる態度。殴ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。条件って？せいや、私と一緒に行きましょう。ゲアブランデの命運はあなたの手に委ねられたのよ。断る。一体どんな世界なのかワクワクするわね。って今なんて。断ると言ったのだ。いきなり危険な異世界などに行けるか。私だって隣。いや、トイレやシャワールーム、ベッドなんか置いてあげた？行く。お腹だって空いてるんじゃないの？言われてみれば。それとね、リスター、彼神様っぽい上からの態度が気に入らないのかも。何？まさか私を。あはー、ダメよ。女神と人間の恋は。あ、せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。なんなのこの勇者。得体の知れない者が作った得体の知れない者が。だから得体知れなくないし、失礼にも程があるし。お前が先に食え。な、毒が入っているかもしれんからな。あんたに毒盛る理由がある？あ、ほら、大丈夫でしょ。たく、一生懸命ここからかおいか。即効性の毒は入っていないか。せいや、ほったらかしにしてごめんね。って、あ、シックスパック。おい、部屋に入るときはノックくらいしたらどうだ。あ、ごめん。てかここ、あんたの部屋じゃないんですけど。お腹空いてるでしょ。それは？せいや。そんな露出狂みたいな格好でよく普通に挨拶できるものだ。誰が露出狂よ。ちゃんと普通の服に見えるようにしてんの、女神の力で。にわかには信じられんな。さっきのやつがおかしいのでは。実はモンスターだったりとか。普通の町の人だったでしょ。見かけはそうだが、ひょっとしたら化けているのかもしれない。セクシー。それに借金のいい匂いだからノックをしろと。で、どうなの修行の成果は。ステータス。筋トレだけでものす。ではこの鋼の鎧を。へえ、いいチョイスじゃない。3つくれ。ちょっと待った。鎧そんなにいらなくない？いや、いる。着る用スペア。スペアがなくなった時のスペアだ。鎧マニアかい。どこの世界にありったけの金貨をはたいて同じ鎧を見つかう勇者がいるの。私